初期面がほぼほぼ卒業したエッグ、エッグ第2章の幕開けをさらに勢いづけるためにも、エッグガールズの中から専属モデルに昇格するプロジェクト。エッグトライアウトプロジェクトを発足しました。X 好きですかっていう、どこを目指してるのかってちょっと分かりづらいかなっていうのがあって、まあ、X のモデルっていうのは、まあ、他のファッション雑誌のモデルとはまあちょっと一味違う個性のすごく強い雑誌だと思うんですね。女の子が輝いているからそう見えるんですね。本当に新しくて、うちはすごい気に入りました。自分が入ったらこういう風に変えていきたいなとか、変えれるのになみたいな、はい、こととかあったら教えてほしいです。早速今回のエッグトライアウトプロジェクトに参加するエッグガールズを紹介。皆さんこんにちは、エッグガールズのノアンデです。生年月日は2005年3月6日生まれです。18歳です。趣味特技はダンスです。ダンスは誰にも負けない自信がとってもあります。今回の意気込みは負けない、勝つ、全力でって感じで、この3つでいきたいと思います。今私ができること全部出し切って、後悔悔いのないようにやりきりたいと思います。私が何ギャルかって言われたらギャルダンサーだと思います。エッグモデルの中でも絶対にダンスだけは負けない自信があります。私が専属モデルになれたら、エッグを今まで以上に、これまで以上にたくさん盛り上げていきたいなって思います。盛り上げられる自信がとってもあります。とっても。なので皆様応援よろしくお願いいたします。こんにちは、中学2年生14歳の山本いろはこといろっぱです。よろしくお願いします。出身は岡山県で、生年月日は2009年4月11日、おひつじ座です。最近の悩みは、右前歯が出てきて、なんか変なところなので、ちょっと矯正したいなって思ってます。好きな食べ物はラザニアとおにぎりで、おにぎりは塩おにぎりがラブです。趣味はネイルをすることで、特技はギターなんですけど、ギターはなかなか披露することができないので、今日この場を借りて披露したいと思います。愛を込めて花束を、大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね、今だけ全て忘れて、笑わないで受け止めて、ありがとうございました。いろははこんな風にみんながチャレンジしないようなことを最先端にどんどんチャレンジしていきたいなって思ってます。そしていろはは第9回、第10回、第11回と3回 X 専属モデルオーディションに参加してきました。結果は全部ダメで、本当に本当に悔しかったので、今回のプロジェクトでは絶対絶対専属モデルを勝ち取りたいです。専属モデルを勝ち取るためにイラハは3つのことを頑張りました。何だと思いますか？正解はダイエット、運動、 SNS の毎日投稿です。この3つはこれからもどんどん続けて成長していきたいなって思います。イロッパでした。ありがとうございました。こんにちは、エッグガールズのあーちゃむです。生年月日は2002年11月10日、20歳の兵庫県出身です。特技はボウリング、ダーツ、趣味は車、ドライブ、スニーカーです。エッグへの意気込み、今回オーディションに参加できる最後のチャンスでエッグガールズになることができ、ここからエッグ専属へのチャンスもいただけたので、絶対にエッグ専属モデルになります。自分は何ギャルか、普段の服装が
私はストリートファッションだったりフレーズヘアをしたりするのが好きなので、ストリートギャル、略してストギャルだと思います。どんなモデルになってどんなことを発信していきたいのか、私はキャンギャルのお仕事もしているので、キャンギャルを通して車のかっこよさをもっとたくさんの方々に知っていっていただけたらなって思うことと、男性のファンの方のみならず女性の方からも憧れられるようなかっこいい女性になりたいなって思います。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。以上、あーちゃむでした。バイチャムー。皆さんこんにちは、エッグガールズのひなちゃろすです。生年月日は2004年2月22日生まれです。年齢は19歳です。出身は群馬県です。趣味特技は車、料理、あとは旅行、あとはスポーツ、絵を描くこと、あと食べることが大好きです。エッグへの思いなんですけど、私は高校2年生の頃からエッグ専属モデルオーディションに参加してるんですけど、その前からエッグファンとしてエッグが大好きで、今もそのエッグガールズの一員としてエッグが本当に本当に世界で一番大好きです。エッグ専属モデルになりたいって考えなかった日が一度もないくらい本当にエッグが大好きです。自分は何ギャルかっていうのはオールマイティギャルで活動してます。どんなモデルになってどんなことを発信していきたいかというと、持ち前の明るさとテンションでエッグの盛り上げ隊として活動していきたいです。今回のトライアウトの意気込みなんですけど、エッグガールズの中から選ばれるということで、絶対こんな機会は今までになかったので本当に最後のチャンスだと思って挑みます。マジで絶対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 エッグ専属モデルの座を勝ち取りたいと思います。頑張ります。皆さん応援よろしくお願いいたします。以上、ひなちゃろすでした。バイバーイ。シブジョ1期生15歳のみなつです。私は登録者数30万人のメルプチというグループでレギュラーメンバーとして活動しています。ママとかの影響ですごい小さい時からエッグが大好きで、よくエッグを見ていて、小学校5、6年生の時にはスナップ撮影にも初めて参加させていただいたんですけど、そこで初めて自分がエッグに乗っているのを見て、やっぱり全然モデルさんと違うとか、もう本当にかっこいいっていう気持ちがすごい強くて、ずっと小さい時からエッグのモデルになることが夢でした。前回はミクチャのオーディションでも参加させていただいて5位っていう結果で終わってしまって、すごい悔いが残って悔しい気持ちがずっと残っていたので、今回はそれを生かしてバネにして頑張りたいなって思ってます。絶対専属モデルになるのでよろしくお願いします。こんにちは、エッグガールズのルラです。2008年3月19日生まれの15歳です。出身地は神奈川県です。趣味はショッピングをすることと音楽を聴くこととメイク研究をすることです。特技は走ることです。ちっちゃい時からママの影響でギャルとエッグがすごい好きで、エッグモデルに憧れていて、本当にずっと前からエッグが大好きです。自分はどんなギャルかというと韓国ギャルです。イエーイ。みんなに知られるギャルモデルになって、ギャルの可愛さとファッションとか美容を発信していきたいです。中学1年生の時からエッグガールズをさせていただいてるんですけど、今回こういう企画をいただいて、絶対に私の夢の一つであるエッグ専属モデルになります。応援よろしくお願いします。以上、ルラーでした。エッグガールズに加入させていただきました、セリナです。年齢は中学2年生13歳で、身長は161センチで、出身は千葉県で、誕生日は5月の22日です。私の特技は6歳から習っているダンスと小学2年生からやっているゴルフが得意です。趣味はメイクの研究で、
いつもエッグモデルさんの先輩方のメイクを参考にさせていただいて、学校から帰ってきたら勉強よりも先にメイクの研究をしています。私がギャルになりたいと思ったきっかけは、小学生の頃からもともとエッグを読んでいたんですけど、編集長のセリさんから声をかけていただいて、エッグ小学生ギャル第1話の時に読んでいただいたのがきっかけで、その時に同い年のジュナとかユアナとかユアを見て、すごいみんなギャルギャルでめっちゃ可愛いなと思って、そこからギャルが大好きになりました。私はきれいめ大人ギャルを意識して、黒髪だけどギャル、黒髪ギャルといえばセリナと言ってもらえるぐらい人気になって、みんなに真似してもらえるような黒髪ギャルを広めていきたいです。今回このトライアウトではいろんな方にセリのことを知ってもらって、みちばさんやゆうちゃみさんのようにいろいろなところで活躍できるモデルさんになるために私も全力で頑張るので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。こんにちは、エッグガールズのいちごです。千葉県出身の16歳です。で、趣味特技はいろんなジャンルとか系統の絵を描くこととキックボクシングをすることです。で、ちっちゃい頃からエッグモデルになるのがめちゃくちゃ夢で、雑誌とかも読んでてこうなりたいなって思ってたんですよ。今回こういうチャンスをいただいたので、なんか後悔しないように精一杯頑張っていけたらなって思ってます。で、自分はどんなギャルかって言われてもよくあんま分かんないんですけど、昔の土平成ギャルを極めていけたらなって思ってます。その土平成ギャルを極めて、ギャル、昔のエッグモデルの楽しそうな姿とか明るさと元気よさを昔のエッグっぽく近づけてって、で、なんかエッグといえばこうだよねって思われるぐらい昔のエッグっぽくしていきたいと思ってて、ギャル全盛期の方たちも見てもらえるようにしていきたいと思ってます。意気込みは誰にも負けないし、誰よりも盛り上げていけると思うので、応援よろしくお願いします。以上でした。こんにちは、エッグガールズのゆあなです。岡山県出身、中学2年生、13歳です。生年月日は2009年8月29日の肉、焼肉の日です。皆さん、焼肉の日と覚えてください。で、趣味はネイルを作ることで、特技はキックボクシングと変顔です。エッグへの思いは、なんかもともとギャルがめちゃめちゃ好きで、エッグにはいろんな系統のギャルがいて、皆さんそれぞれ個性を大事にしているので、今もその中の一人になって専属モデルになりたいです。で、自分は何ギャルかというと、やっぱり活発格闘技ギャルです。どんなモデルになって、どんなことを発信していきたいかというと、みんなに憧られるような存在になって、で、平成ギャルもめちゃめちゃ可愛くて好きなんですけど、それに負けないぐらい令和ギャルも発信させたらなと思います。皆さん応援よろしくお願いします。以上、ゆあなでした。バイバーイ。こんにちは、エッグガールズのかえちゃです。宮城県に住んでる15歳の高校1年生です。趣味はアニメや漫画を見ることと、あとは格闘技を見るのが大好きです。特技は11年間やっている空手が好きです。てか得意です。多分彼は平成と令和のごちゃ混ぜミックスみたいな感じなギャルが好きなので、彼もそういう部類なのかなって思います。自分がこのガールズになるまでにも何度も何度も専属モデルを目指してオーディションに出てきて、そこで見つけてくださったりとか、編集部の方に覚えてくださったりとかでやっと慣れたことなので、今回も専属モデルになれるチャンスを逃さないように精一杯頑張ります。自分がエッグモデルになったら、これがエッグって思ってもらえるようなギャルになれるように精一杯頑張るので、見ててくれると嬉しいです。以上、かえちゃでした。皆さん、かえちゃのこと応援よろしくお願いします。バイバーイ。こんにちは、エッグガールズの藤井こと藤井千尋です。生年月日が、2004年の12月18日の18歳の、福岡県出身です。
私の趣味特技が最近は友達とパラパラ踊るか、絵を描くことが得意です。で、私が思うそのエッグへの思いなんですけど、最近はギャルが減ってきてる中で、で自分がエッグの専属モデルになって、ギャルの可愛さや良さを YouTube や雑誌で発信していけたらなって思います。で、自分はどんなギャル何ギャルかなんですけど、面接の時にも言わせていただいたように、個性派黒ギャルだと思います。どんなモデルになってどんな発信をしていきたいかなんですけど、まず黒ギャルで有名になって憧れられるモデルになって、メイクとか広めていけるような、黒ギャルを広めていけるような発信をしていきたいなって思ってます。で、トライアウトに挑むにあたっての意気込みなんですけど、もちろんバトルなので負ける気はないです。でもその分一緒にバトルする子たちと楽しく最後は笑顔で終われるようにできたらなって思います。ですので皆さん、応援の方よろしくお願いします。以上、フジチーでした。バイバーイ。以上、11人のエントリー者がこれから受ける審査は4つ。1つ目の審査が、平成のレジェンドエッグ編集部スタッフによるスチールと面接審査。今も雑誌制作の際に実際に現場で関わってくれているレジェンド編集部員の方々がエグモとして活躍するためのポージングやエグモとしての資質をチェックします。2つ目の審査が令和エグモ審査。現在エッグで活躍する各世代を代表するエグモたちが直接エントリー者を面接し、動画に出ていくためのトーク力やスター性をチェックします。3つ目の審査が TikTok 審査。エントリー者たちは1泊2日の合宿を行い、そこで TikTok を使った審査を行います。そして最後の審査が視聴者投票。5月31日から行われる視聴者による投票審査。この4つの審査は各項目ごとに1位から11位を発表し、ポイントが加算されていきます。最終的に総合計ポイントが高かった上位のメンバーが今回のトライアウトプロジェクトの合格者となり、専属エッグモデルとしてエッグに加入してもらいます。専属昇格するメンバーは1名もしくは複数名になるか最後までわかりません。なお、この企画は毎年開催する予定はなく、あくまでも今回限りの特別なプロジェクトとなっております。次回、平成エッグ審査、お楽しみに。